はい、今日はですね簡易 BBQ プレートをね買ってきました。はい、今日はですねこの簡易 BBQ プレート、ね、バーベキュー用のプレートを買ってきたんですけど、一時保管用とかにね使えるっていうことでこれ買ってきました。これもセリアでね100円ですね。なのでこれちょっと何枚か買ってきたんですけど、基本紙皿でね取り分けるようなスタイルだったりとかね、1人とか2人だったりとかするとそんなにこういう網とかね鉄板とかをそんな占領することがないのでそんなに使わなかったんですけど、なんかこう鉄板からこう網に変えるとかね、だから焼きそばを鉄板で作っといて、でその後はこういう風に網焼きしていくようなね時に置いたりとか、だからこう焼くものをね変えたりする時とか、あとはこう焼いたものをこう余熱でね冷めないように置いとくとかっていうやり方もあるらしいので、だから焼きそば焼いたら基本焼きそばって最後なので、こうやってこう保温してね取っておくっていうことがイメージ的にはなかったんですけど、ちょっと最近はねちょっとこのソロキャンプとかも流行ってきてるので、ちょっとこう焼き方がいろいろ変わってきてるっていうかね、なんとなくこうちょっと一昔前だと鉄板を出したらもう鉄板でできる料理を考えたりとか、網を出したら網でできる料理で、ちょっとここにアルミなんかを引いてねなんか焼くみたいな形があったんですけど、まあ、最近はこう保温みたいなね、あとはまあこういう食材置きとかね使ってもいいのかなっていうことでちょっと買ってみましたけど、はい、ちょっとねここら辺もなんかいろいろあのキャンプコーナーっていうんですかね、アウトドアグッズみたいなやつが結構あったので、なんかこういろいろ見てるだけでちょっとね欲しくなってしまうんですけども、はい、ということでこの簡易のね BBQ プレート、こうまあ何でも使えるかなと思ってとりあえず買ってみたんですけどね、まあ、本当に紙皿で基本足りるですよね。なのでやっぱりこう食材などの位置置きか、こういう風にこう保温ですかね、まあ、ちょっと保温の仕方もいろいろありますけどね、鉄板のね端っこの方に避けるとか網の方のね炭をどかせばいいので、まあちょっといろんな使い方ができると思いますのでね、ちょっとこれ買ってみましたけどね、はい、これでいよいよねちょっとね外行くときはこれ使ってみたいと思います。